こんにちは、やるです。今回はですね、伸びるスライス、熱いスライスっていうテーマで、お話をしていこうかなと思います。バックハンドですね。バックハンドの片手のスライスなんですけど、バックハンドのスライスが、こう、なんすかね。まあ、例えばボールが切りすぎて浮いちゃうなとか、ボールは伸びないなとか、カスってなるような方いると思うんですよね。で、そういう方がこんな感じになりたい。こういうスライスになりたいなと思ってる方いると思います。これ今、ネットスレスにもシューンと、切れるような、まあ、そんなスライスを打ったんですけど、じゃあそれをするためには、どうしたらいいのっていう話を、していこうかなと思います。はい。で、それをするために、まずですね、もう結論言うと、腕を落とすって動きと、肩を回すって動きを入れたいんですよね。腕を落としながら肩を回すことができれば、熱い値のスライスになります。で、ちょっとそれをするためにどうするか。間違いも知っておかないといけないんで、間違いは、少し上向いた面で、上から下にちょん切ります。これ間違い。ちょっと待って。正しく間違えたい。コートに入るように。はい。こんな感じで、面が、やや上向いた面が、斜め下にこう動いていくわけではなく、まず何をやってほしいかというと、グリップを向けてほしいんですよ。打点の方に、グリップの裏を向けてほしいんですよ。これ。グリップと、ボールが当たりそうなところに、まずは自分が動いてほしいんですけど、グリップとボールが当たりそうになったら、肩から先の腕を下ろしてほしいんです。そうすると、今これ、ラケットが、この位置に上がってきます。腕を下ろしたから、ラケットが上がってきた。これを利用できれば、これ、わかりますね。ラケットこの時、真上向いてるんですけど、真上向いてるんだけど、当たるときに起き上がってくれれば、当たりっていうのは熱くなるんですよ。腕を下ろしたことによって起き上がったラケットで熱い当たりをしたい。これはテコの原理ですね。グリップを落としたことによって、テコの原理を発します。上に上げたわけではなく、腕を下ろしたからラケット上がった。これを利用できれば。で、その時の注意点があって、この準備をして、目を起こした。間違いはこうです。腕を下ろしたことによってラケットが上がって手首にこう追いついてくるんですけど、その後こう追い抜いちゃダメですよね。こうなったらこれはスライスではあるんだけど安定してないので、あくまでも上向いた面が斜め上になったら当たったとは、そのままこういってほしいです。上、斜め前、斜め上、上。1、2、3っていう状態を流れの中でできるかなと思えれば。で、ここでちょっと疑問な方いると思う。グリップのように向けた時の両腕ってどんな状態なのかっていうのを説明していくんで、皆さんもやってみてやれば。まずはですね、ラケットを持った状態で、コンチネンタルグリップです。コンチネンタルグリップを持って、腕とラケットに角度をつけます。まあ、90度みたいな。はい。こういう90度の角度をつけたら、こうしてほしいですよね。これ。今、左肘を曲げてます。右では伸びてます。この状態で、左の手の、この部分、この、なんていうかな。はい。人差し指の側面というか、この部分にフレームを置きます。握る、掴むわけではなくて、挟んでるような、置いてるだけ。でその状態で、この、フレームの部分が、この肘の曲がった、左肘が曲がった、ここら辺、ここに触れてほしい。これ構え完了。この構えができたら、グリップとボールが当たりそうになった時に、腕を下げて面を起こします。この構えができたら、これができるかな。まずはこれは、簡単バージョンと思ってほしいんですけども。で、前ですね、僕2ヶ月前ぐらいに、2、3ヶ月前ぐらいに、スライスの習得ステップみたいな話しました。1、2、3、4、5ってやるといいよって話しました。最終的には、こういう風にスライス打ってほしいんですけど、こんなにステップが多かったら難しいよ。しかも、そんなんで熱くで、当てることまで考えれないよって方いると思うんで、今回はですね、とりあえず、本当は1、2、3なんですけど、3番からで OK なんで、3、4、5って感じで、練習できれば。で、この動きはですね、まず考える上で、これいつも言うんですけど、打ち方を変えるってことは、いきなりですね、今みたいに、
僕みたいにシュッて打てないと思うんですよね。いきなり打つらもう、その人は元々打ててたんじゃないかって感じなんで、まずやってほしいのは、近い距離。これは毎回一緒なんで、またそのパターンみたいな。はい。もうこれフレームワークがあるんで、こうすれば絶対できるよね、みたいな。はい。順番があるんで、その順番に沿ってやれば、必ず上手くなります。まずは、近い距離。とにかくこの、じゃあネットとの距離、ラケット1本分。ネットとの距離、ラケット1本分で、今の動きを優しく打ちます。とにかくスライスっていうのは、スライスってこう、なんすかね、ちょん切るイメージあるかもしれないけど、上向きでちゃんと当たったらスライスになっちゃうので、上向きで飛んでいくボールよりも、下の方に抜けていけばこれはスライスになるので、まずはこの近い距離で、優しくこれができるか。1、2、3とは言ったんですけど、近い距離は1、2でもいいです。上向きの面が、斜め上になって終わり。これがちゃんとできるようになったら、これちゃんとできるようになったら、1、2で、ボールが飛んでった後3ってわざわざ付け加えていいです。1、2、3。まずはこの当たり心地ですね。優しく打って、当たり心地が分かってきたら、つなげるように、綺麗にこうつながっていくように、練習ができれば。で、この感じが分かってきたら、ちょっとずつ距離を離していただければと思います。本当に少しずつ。いきなり、よっしゃ、ベースライン行くぜってなると多分失敗するんで、失敗してるかどうかっていうのは、当たりがこう、ちょん切った感じ。これをやろうとしたんだけど、例えばちょん切ったとか、ボールが上にいたとか、これをやろうとして、しっかりやろうとして、もう下に落ちちゃったみたいな。これ間違いなんで、あくまでも優しい動きの中で、この動きがちゃんとできる。できるようになってきたら、ちょっとずつ、スピードを上げていただければ。スピードを上げるか、距離を離すか。ただ、まずは、距離を離した方がいいかなと思います。まずは、丁寧に。1、2、3。1、2、3。よっしゃ、ここまでできたぜ。できるようなところには、ワクワクしてるはずなんで、ワクワクを楽しんでいただければ。いや、これいけるぞ。これなら、自分でこう出す感じなら、大丈夫そうだなって思った方は、どんどんスピード上げていただければ。で、最終的には、ベースラインですね。で、最終的にどんな感じになるのっていうのは、なんとなく想像していただきたいので、僕もちょっとスピード上げます。なんか、傾いてるけど。入ってない。ここで入んないと、説得力がなくなっちゃうので、しっかり入るようにします。で、これって、どんな風に、相手からするとどんな感じかなっていうのも、まあ気になる方いると思うんで、ちょっと僕が、向こうから打つんで、向こうから打つので、よいしょ。どんな感じのボールかなっていうのは、僕は向こう行っちゃうと、マイクがもう、離れちゃうんで、音は入んないと思うんですけど、どんなボールかだけ。多分いきなり今のゴールを目指そうとすると全然うまくいかないと思うんで、まずは近い距離から優しく打っていけるかなっていうのを意識して練習できればと思います。はい。それでは、このスライスを身につけて相手に
うわ、君のスライス本当嫌だな、みたいな、はい、言われるように、頑張っていきましょう。はい。じゃ参考になった方は、いいねと、コメントと、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。今回の動画は終わります。ありがとうございました。あなたのテニスが、より早く、効率よく、レベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。